ロータスは特別使用者やワンオフ車を取り扱う新部門を立ち上げました。責任者には元アストンの人材を起用、高級路線を進むロータス。ロータスは限定モデルの開発のため、社内に特別部門、ロータスアドバンストパフォーマンス、ラップを立ち上げた。この新部門の責任者はアストン・マーティンのオーダーメイド部門責任者だったサイモン・レーンで同は 白紙状態から、最も刺激的で、エクスクルーシブなロータス車を開発し、輝かしい過去を尊重しつつ、刺激的な電動化の未来を取り込む機会であるとしている。霊園は2021年のオートカルのインタビューに対し、アストン・マーティンでは、メニューにあるものは何も望まず、全く異なるものを求める顧客のための車を作ることが仕事だったと語っている。新部門の詳細は、 まだ明らかにされていないが、レーンは、アストン時代と同様の仕事を任せられることになりそうだ。今回、発表とともに公開された、プレビュー画像に映っているのは、F1 マシンにインスパイアされた、オープンホイールのレーシングカーのような、内燃エンジンを搭載するのか、それともエバヤのような電動パワートレインを採用するのかは不明だが、よく見ると、従来のラジエーター、エアフィルター、 エグゾーストシステムが確認できる。ラップは、このような、突飛なプロジェクト以外にも、特注のカラー、トリム、素材など、シリーズ生産者のパーソナライズオプションや、ロータス社だけのハイスペックで非常に魅力的なバージョン、にも手を広げていく予定だ。最初の生産者ベースの特別使用者は、新型、エミーラをベースにしたものになりそうだが、パワートレインが変更されるのか、 それとも主に特注デザインによって差別化されるのかは明らかでない。また、ロータスドライビングアカデミーによるサーキット講習も世界各地で開催される予定だ。レインは次のように述べている。ラップチームと私はユニークな体験やコレクションを求める人々とロータスファンの皆様のための非常に魅力的かつ真に革新的なアイデアを 持っています。経験豊富なロータスデザインや世界中のエンジニアリングチームと協力し、ロータスの輝かしい過去に敬意を払いながら、電動化された未来を表現する、最もエキサイティングでエクスクルーシブな車を作り上げるつもりです。